間越え向かってね。かっちゃん待っててね。なんてね。Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. 久しぶりのみんなの軽快な走り。俺ほんま岡山着いたら何時になるんだよこれ。まあまあまあ帰りなんてぐらいなんだよ。まあ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 今日中に帰れたらいいわ俺は。間は全然平気なんですけど、もうあんな渋滞に止まったらもう終わりですわ。ほんまに。
っててくれたのね、かっちゃん。おお、なんで骨折れへんのか。一回折れへんの。くれてるやん。鍵つけっぱなし。相当 M よね。え、あそこで座ってんの。まや。安全な意味でほら。やってきたよ、まんべんな意味で。待った待ったどんだけ待ったですよね。2時間ぐらい待った3時間もすごいですよ。もうヒートしても、いやもう渋滞でヒートして止まって、そうなかなか動けへんし、滑ってる道が事故とか火災とか、そうなんです。そうね、こっちに取れないんですよ。で途中でコテチンはチンチン落とすし、拾うし、めちゃめちゃよ、もう今日。何してた？寝とった？ストネームしてた？あのベッドで。まったりと。かなり充電したね。かなり充電したね。俺らはもう3時間。3時間。3時間待ってたよ。コテチンのせいで。コテチンがチンチン落としたら、これは宝塚っすよ。宝塚でこれ、あのもう拾うんよこれ。ガッチャ見てよ、これなんなんこれって俺言うたら、チンチン似てるでしょ。宝塚似てる。何言ってんだよな。落ちてって最初、うわ、うんこしてるわ。うんこじゃねえよ。うんこじゃねえよ。そうわ、チンチンは落ちてる。チンチンじゃねえ。何の国。宝塚が言った。あなたに拾って。なんか部品落ちたね。でもこれは岡山で持っていこうと。2つとも不正解やな、今。改めて何やってんのよ、私。何やってんのよ。やめてよ、金玉2つ取れんの。不器用やね。結構不器用やね。これ動いたりしてるんだよ。何でもソロになってんの。まあまあまあ、ええじゃん、別に。たまに、揃ってるがたまじゃないから。別に、照れてんのもええやん。そういうやつもおるやろ。2個ないんだね。2個じゃあ、なんかこれニューっとこう出てるよね。うまいこと。まあそのうち怒られるよ、ほら。下水って下水言われる。どうした？え？それ食うたらもう流し方ダメです。なんでよ。開けません。自己管理してんねや俺。倒れたらあかん思って。これいくらしたん？みんなの足引っ張るやろな思って。倒れたら俺がその辺で。いくらしたんですか？倒れた。忘れた。70何本？じゃあ70円分買ったダメです。何本予算？500円。130円。もうあかんや俺。もげたんや。まあ、ゆっくりやったら、これだけ出しといたらどうなんですか。また緩みますよ。もちろんじゃん。そうして、そうして。なんでこせちんやねん。なんでこせちんやねん。引っ張っちゃう。
の西へ向かって行きますガリガリ君で復活大声出してつまえこの前かっちゃんですまあかっちゃんも久しぶりやね正月走った以来ちゃうかな多分そう思うわそう思ってんねこれの西って言ってなかった。おそらいさんの ETC のやつ降りれないんですよ。あ、そうなんですか。しかあかん。うん、でここからちょっとあのスマートなんとかっていうとこが出れないんですよ。そこでバイバイになっちゃう。あーあー。See you って言ってんじゃんの。来られる。誰かわからん。って書いてるやん
諦めんの駄菓子屋さん。え諦めんの。そら倒れるわ、塩吹きまくってるやん。アメちゃんください塩分足らんようになるわ、そら真っ先にすごい塩の吹き出し量よ。でもそれ恨んの無視俺の無視その前にちょっとコンビニ寄っていいですか。ミニコン塩舐めたんやろ梅干し食いたんやろ。わかるよもうそれその気持ちあの T シャツ見たら絶対塩いるやん思ったもん思いっきり拭いてたもん一瞬ガラかな思った。マスルード。オッケー。オッケー。教えてくれ。オッケーかどうか。スイレ。ブランチェリー。次を買ったの？なんで？ちょっと待って。だから一からまたかけない。ちょっとね、俺暑い止まってると汗だくになってくるわ。暑いまだ夏だまだ夏だこれ。ヘルメットの中でびっそびっそやけど俺冷やせやねんけど俺。ああ涼しい。ちょっと走るだけで全然違いますわ。これはいいですわ。ちょっとキャラ変わってきたな。すまへん。おとい。行きますなーと。おっさんマジで困った。で止まったんだよ、さまだかよ、グッサまだか、グッサ調子悪いな、グッサ、今日どういうのどういうの、これなんでこんな調子悪いんやろ。うわキャブちゃう。トマト。いや、この店やから浮かしてたやせ時間が朝7時やったんですよね。そっから今何時も12時半ですよ。何ここなの、ここ男飯行っちゃうかな。あールーが梅干しって何か言うとったら塩気が欲しいような言うとったの。リコンよりまへんか。慣れの姿かよ、あれが。どうの。復活。もう飲み落ちたやもう。またせん。じゃあ。適当にこの裏に。店があんねんて、そこのコンビニの上になんか書いてるやん、レストラン。この裏らしいの。どんなところで行きまよか、言うて。マジで焦げたん
嘘やろ。マジで。嘘やん。え、スタンドモット。え、撮ってない。撮ってない。撮ってないけど、こけてたところは撮った。こける前は撮ってなかったけど、なんでこけた。何こけた。なんでだ。多分走るだろうとしたら、ストールしてこのマッパーって。そうだな。難しい。難しい。移動中の出来事。見るか。すかさずカメラを回す。スペースも置いといてくれむ？ちょっと飯言うてたのに、コナカかよ、おい。コナカでって。別に言うけど俺なんだよ。なんかおかしいよ。まだ言い訳しとるで、俺。まだ言い訳しとんで。どこにここや。俺ここや。あ、戸籍ちょうどよかったやん。怒られるで。怒られるで。入れへんって。入れへんって。あ、それ抜けなくなる。あります？え？どっちでもいいよ。俺は別に。じゃあ二人でカウンター座ろうやっぱせちんくん。俺たち二人で。一人で。もうアルコール飲むっすよ。ダメ。もうアルコール飲むんだ。人にバレるようにこっち側に火つけたんやん。うん、そうだよ。はい、すごいっすね。はい。大丈夫。ハンドルハンドル。怒られるで。怒られるで。なんか入りそうじゃないの、これ入りそうやけど入んないですよ、そう頑張って。3歳やから、3歳じゃん。すいません、失礼します。オープン。赤牛やから、赤豚やからこれ。そっか、OK。 すっごい一発で飛ぶやん、もう。一発で飛ぶやん。何を明け与えてくれんの。ハンドルが当たってた。ありがとうございます。ぐにょって入ってただけですけど、まあ、傷は入ってますね。傷入った。はい。なんでこけたん。あ、これ、あ、これ。前、前です。すいません。だけやと思いますけ
そうだ。あ、ナンバー曲がってなくなった。うん。腕関係あんの？請求書。やりたかっただけやろ今。かっちゃんどうでもいいけど、じり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 後ろに迫らんといてよ、こちらは俺に。ぐい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 俺に迫ってくる。別にええけど、迫ってきてもくっついちゃってんのよね、もうこれ。もうかっちゃんったらもう本当に本当に気づいてないんですよ。I'm gonna have to do something.